ベンチ上げる腕じゃないんですよね。そんなこと言われてもしょうがないじゃないですか。水石社のさらぎりに、今回も T フィットネスやってまいりました。44回目です、もうすぐ半年経とうかというところまで来ております。体脂肪は最初の頃に比べたら 3% ぐらい落ちたのかな。体重はまあそんなに変わらずということですけども、どうなんでしょう、どうなんでしょうか。いやいや、筋肉量が増えてる。そういうことです、はい、バーベルも上がってきました。今年中には100キロ上げようでいい。はい、もちろんです。今年中でいい。ベンチプレスね。ベンチプレス、はい、はい、これじゃないですからね。はい、頑張るぞ。よし、オッケー。ベンチペースやっぱ頻度が大事なんで、ちょっと酸欠気味なんで。え、もうですか。いや、昨日一生懸命掃除したら温めた。もうね、それ筋トレとかじゃない。普段から酸欠だった。酸欠というか、まあ酸欠の人ですね。頭に血が昇るんで。はいはい、わかりました。よっしゃー、はい、県内1人多い中学校でした。あ、本当。そうです、8クラスで。ああ、多いね、その時代でね。小学校とかも多かったからさ、今行くとさ、よくこの体育館に入ったなとか思うね。確かに、今1クラス、2クラスですか。3クラスだって多くて3だね。3ですよね、まあ、30人で。その頃から酸欠起きてたね、人密集しすぎて。OK。なんかいいのしよう。中華料理屋さんでもあるね、向こうの方に。ここまで来ねえか。ちょっと遠くないですか。よし、よし。OK。 73回目の、まあ、余裕な時でもこのたまに出るとこの上がる瞬間、この時に90キロとかで潰れてるんで、軽い時に意識してください。これでやっと80、80ったら90飛んで、飛んじゃう。一発で。はい、いです。おお、ちょっと渋い。ちょっと渋いな。渋いな。85にしますか、今日は。無理せずに。よっしゃー。よっしゃー。実は90でした。なんで。85って言ったら上がるかなと思って。でも粘れるようになってきましたね。これをどう超えていくか、まあ、今週ちょっと頑張ったんで、週末休めば来週回復された状態でいいので。酸欠大丈夫ですか。はい、オッケー。よし、75キロ3回。はい、しっかり。オッケー、ナイス。よし、あと2回。わあ、よっしゃ。はい、走ってからでいいなんで。あ、そうなんですか。はい、ナイス。あー、はい、高校野球部なの。高校野球です。公式野球です。あ、副キャプテンです。あ、そう。この人生、今まで全部副だったんで。俺もキャプテンやったことあるよ。本当ですか。やりたいと思ったことないけど。いや、やったことない。まあね、任されたことない。オッケー。あ、今不思議なことにスパークロンがベンチプレスできないっていう状態になってる。ちょっと熱いですね。何だろうかな。よいしょ。はい、よいしょ。
この走って帰るとき、青山墓地のさ、横こう、はい、ああ、そこ、はい、これぐらいでかいカマキリがいて、でかいと思って見てきたんですか、こっち、どこで過ぎて、あ、写真撮ろうと思って子供に見せたけど、これでかいと思ってチャリだったら何とかして持って帰ろうと思ったんだけど、持って帰ったら喜ぶでしょ、ランニングポケット入れたらどうなるかね、確かに今日寝てんじゃん、私、はい、はい、はい、オッケー、面白くないですか、大丈夫です、まだベンチ上げる腕じゃないんですよねそんなこと言われてもしょうがないじゃないですか、無理だし、正しいですよ、もう6時半ぐらいに動いてる昼飯食う前に行くか、昼飯と一緒で行けです、昼飯だってお肉とか食べないですよ、そういう時に行ったりですよ、チャーハンとか、そうそうそう、タンパク質って炭水化物取るときに吸収されやすいんですよ、あれ一緒に、そう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 、40億円目送ってくださいそれやばくないですか、送ってはい、送ってください、やばいです買わなきゃ、待ってんじゃんってなっちゃって、引退して20年経ってますけど、柔道の精度は変わっていませんよ。